アフガニスタン西部で7日に発生した地震で、イスラム主義組織・タリバンの暫定政権は8日、これまでに2445人が死亡したと明かしました。被災地では救助活動が続けられていますが、重機が不足しているため作業が遅れているということです。また、食料や水などの物資も不足していて、犠牲者がさらに増える恐れがあります。